なんか初めてですよね、ホルモンと卵のコラボレーション。これいろんなホルモンの具が、あれが入ってますね。普通のホルモンからミノ系。元祖まんま焼き。あ、おいしい。うん、おいしい。ああ、じゃあまっちゃんどうぞ。これ何の、何が有名なんですか？お好み焼きの店みたいですね。あ、ここありますよ。ちょっと入りましょうか。はい、入りましょうか。すいません。多分大丈夫ですよ。もう時間、あ、もう、あれですね。終わりましたよね。あ、開けてくださいましたね、せっかくね。多分大体1時半ぐらいとかじゃないですかね、お客さんがやっぱり。と、あと後ろなんかホルモンうどん。ね、これライス？あ、ホルモンうどんのオリジナルミニタイプ、オイル。で、なんか、こちらと、こちらお好み焼きです。で、他に当店にない、あの、他の店にはないやつがこちら。何が違うかというとね、今さっき説明いただいたんですけど、中にご飯が入ってる、この全部っていうのと、あと本当ね、メニューの多いんですよね。これな、一品メニューとかだったり、他にちょっと食べれるようなものっていうのが多いですよね。こっちはまあ全部あれですかね、写真はちょっとないものですけど、今さっきのものが全部文字になる。そば入りがですね、ゆでたり、まあ、ネギもやしのそば入りもらえます。はいはい、そば入りホルモンの、炒め物でね、卵を潰して食べるみたいです。卵を潰してみましょう。はい全体なんか初めてですよね、ホルモンと卵のコラボレーション。これこんな感じでね、これうわーすごい。でいただいてもいいですか？いただくのもいいし、取り皿をまずいただいて、まず一口。いろんなホルモンの具が、あれが入ってますね。普通のホルモンからミノ系ですか、これ。あのミノ系というかあれですね、千枚系ですね。いただきます。うん、おいしい。ホルモンが、うん、美味しいですよ。なんかすごい新感覚ですね。卵を絡めて食べたことがなかったんで新感覚のホルモン。熱々で、うん、美味しいです。ショーバラの方にあったんですか？そうです。ああ、そんなにショーバラ。こっちに来てはどんぐらいなんですか？20年の6月がオープンなんです。ああ、じゃあもう3年ぐらい、4年目ぐらいですか？ね、20年。まだね、新しいですよね。そうですね。中に、まずポン酢でいいんじゃないですか？ポン酢で行くより先に普通に食べてポン酢がいいんじゃないですかね。これメニューは何ていうメニューなんですか？ね、こちらエビチーズマヨネーズトッピングの元祖まんま焼きですね。元祖まんま焼き。はい、抹茶。そちらをじゃあ一回いただきます。元祖まんま焼きです。
回じゃあ普通に。マンマっていうのはご飯ってことですか？そうですね。まあそのまま焼きいただきます。まずそのままの味楽しんでいきましょうかね。美味しい、なんか優しい味で。もう普通のお醤油なのかな。ポン酢です。あ、ポン酢。普通のポン酢なんですかね。おこと、こだわりの。うん、美味しい。すっきりしてますね。うん、味が。うん、ペロッといけるような、うんうん、なんかペロッといきました。でも岡山にないフード、うん、うまんまじゃないですね。美味しいです ね、変わってる感じですよね。うん、うん、あっさりして、うん、夏向けですね。ご飯っていうのがすごい。最高です。最高です。宮坂と津山の間のお店の、まんまのほさんで今日はお食事をいただきました。まあ、とても美味しくて温かいね、ご夫婦ですかね、目立ってるお店なんで、皆さんもぜひ食べて。話をしてみてください。庄原のこともいろいろ教えてください。そうですね、もともとなんかその庄原にあって、うん、そこからなんか訳あってこの岡山にやってきてっていうことで、なんかその、はい、なんていうんですかね、岡山にない味というか、そうですね、まあご主人が考案した、はい、ちょっとねユニークなというか、はい、面白い、面白くて美味しいでしたね。はい、なんでまたねちょっと引き続きちょっと行ってみようかなと思うんですけど、はい、この隣にちょっと免許センターたるものがあるんで、これは目印かなと思います。はい。はい。なんかそういう感じですよね。そういう類。そうですね、そうですね。免許センターが、ね。ちょっと名前はあれですけど、ちょっと、はい。はい、いいですか、はい、はい。隠れが出てきますね。はい。はい。